はい、万次郎です。外はね、梅雨で雨が降り続いていますけども、湿度も高くてね、私のレンズたちもね、こうしつこにキュッと収められたきりっていう感じですよね。昼間はね、少し撮影に行きましたけども、やはりいつ降り出すかわかんないもんですからね、早々に帰ってきましたけども、オールドレンズアントークはね、少しね、フルサイズミラーレスの、戦争をね、ここへ来てだいぶ小康状態になってて、新しい機種はね、なかなか出てこないんですけども、ヨドバシカメラのね、売り上げランキングみたいなね、そんなもんが出てますので、少しね、そんなお話をしたいと思っています。ヨドバシカメラのね、6月上期というんですか、6月のね、1日から15日の間なんですけども、今までね、こういうランキングっていうと、大体ソニーのね、α7III が1位にね、ダントツの1位でこう、君臨していたんですけども、ここへ来てね、異変が起きていますね。ニコンの Z6、2470、マウントアダプターキットが第1位に躍り出ています。これがね、なぜかと言いますとね、キャッシュバックキャンペーンね、やってるんですよね。ニコンの Z6 もね、だいぶ値段がこなれてきて、だいたい28万円ぐらいになってるんですね、レンズキットでね。そこからね、4万円、キャッシュバックしてくれるということですから、24万円ぐらいでね、アダプターキットが買えると、非常に値頃感が出てきましたよね。私もね、この Z6 というのはかなり注目してましたけども、いい機械ですよね。非常に作りがいいですよね。ファインダーとか、バックモニターもね、端折ったところないですよね。ただ一つだけね、ダブルスロットじゃないっていうことなんですけども、センサーはね、ソニーと同じですからね、ほぼ写りはね、α7III と変わらないですよね。そのカメラがね、24万でね、ある程度、スタートできるという状態ですから、これは売れるだろうなと、そう思いますよね。それでね、オールドレンズのいろんなその、アダプターね、そういったものをこう、Amazon で調べていきますとね、もうすでにね、Z6 も、EOS R もね、全部アダプターが揃ってきてますよね。値段の方もこなれてきていますので、オールドレンズを使う上でね、Z6 というのはもうほぼ、α7III と、同じような状態になってるかなと、これなら売れるでしょうね。第2位に入ったのはね、やはりソニーの α7III ボディっていうね、ところです。で、3位が α7III レンズキットなんですよね。4位が α6400 のダブルズームレンズキット、すごいですね。2位、3位、4位とね。また5位もね、α7R3 のボディなんですよね。上位はね、ほぼソニー勢でね、埋め尽くされてるというところです。ただね、第6位にね、ニコンの D5600 ダブルズームキットが入ってきてますね。これね、値段調べたらもう、6万円とかね、結構な安い値段になってるんですよね。ニコンもね、その
レフ機でね、エントリー機をまあだんだんね、少なくしていくんだろうと思うんですけども、まだこの APS-C でね、ミラーレスっていうのはないんですよね。まあその辺が出てくるとね、たくさん売れるんじゃないかなと思うんですけどね。第7位にね、またニコンの Z7 ね、2470マウントアダプターキットが入っています。これ面白いことにね、 FTZ マウントアダプターっていうのがね、ついてる方が安いんですよね。でついてない方がちょっと高いもんですから、みんなマウントアダプターキットになっちゃうんですよね。これはまあ当然ニコンの方がね、そういう風に誘導してるんでしょうね。第8位にやっとキヤノンのね、EOS KISS M ダブルズームキットが入っています。このね、KISS M ね、本当にいいカメラですよね。もうエントリーで、まあ、こう写真ね、やるっていうことであれば、私もね、キヤノンのKISS M 買っとけばいいんじゃないのっていうふうにね、思うぐらい、本当にこう完成されたね、カメラだなと、そう思います。第9位にね、ニコンの D850 がまだ入ってるんですよね。人気ですよね。まあ、このカメラもね、レフ機としてものすごく完成してるんですよね。もう頑丈ですしね、ちょっと大きいですけどね。まあそしてやっとね、10位に、キヤノンの EOS R が入ってきてますね。まあ EOS R の方はね、写真を撮るだけならね、全然、これで支障ないし、いいカメラだと思います。まあただね、動画とかね、それから手ブレ補正ね、特に、オールドレンズなんかやっぱり手ブレ補正欲しいもんですからね。そういった場合には少しね、機能的に、負けてるかなと、そう思います。それでね、ここへ来てあまり、新製品っていうのは出てきてないんですけども、まあ、ソニーがね、もしかしたら新しいの出すかなっていうね、まあ、これいつも噂立ってますけどね、なかなか出てきませんけどね。まあずっと富士のカメラがね、YouTube 界隈ではね、富士のカメラって結構人気なんですけども、まあちょっと前までね、このランキングに入ってきてましたけども、ちょっと落ち着いちゃったかなと。オリンパスもね、まあ、今のところちょっと元気ないなというところですよね。でフルサイズミラーレスではね、まあ、パナソニックがね、S1、S1R っていうのを、まあ、発表しましたけども、これはね、もう全然ランキング、入ってこないですよね。なぜかというと、まあ、高いんですよね。もうその仕様に関してはね、モンスターカメラで、非常に贅沢に作ってあるカメラなんですけども、まあ S1 の安い方でもね、レンズつけると40万、ね、下手すれば50万っていうところなんですよね。まあ、普通のね、まあ、趣味で使ってる人がね、50万っていうとね、なかなか手が出ないですよね。まあ、プロ向けということでね、出してますので、まあ、プロが買ってるんだろうと思いますけども、どうかなと。ちょっとね、今までの路線ね、マイクロフォーサーズで、安くて頑丈でね、で、まあ、そこそこ機能があったね、そんなカメラを作って、まあ、その、まあ、お金のないね、層にとっては、非常に、リーズナブルなねカメラを作ってくれたんですけども、いきなりプロ仕様ということで、かなり上の方へ飛んでしまいましたね。まあ、これがね、その
営業戦略上、うまくいくのかなっていうのはね、かなり心配ですよね。なんか噂によるとね、ライカブランドにね、もうルミックスブランドでは高く売れないもんですから、ライカブランドにね全部統合してしまおうというね、そんなまあなんか噂もあるんですよね。ペンタックスなんかをね、ほとんどこう、声を聞けない状態になってますけども、まあ、あの新しいカメラをねミラーレスを出すというような、そんな話はねポロポロと聞こえてきますけどね、まあこう製品の開発っていうのはねかなり、コストのかかることでね、まあキヤノンなんかもね、やはり一歩、性能で、劣ってしまったんですけども、まあそれをひっくり返すようなね、そんなカメラを出すためにはちょっとね時間がかかるんじゃないかなと。だからまあキヤノンがね、続々と新しい、ボディを出してくるっていう時期がね、1年2年先ぐらいにね起こってくるんじゃないかなと思いますよね。まあセンサーが少しねやはりソニーより、劣ったかなと、そんな感じですよね。まあ、ミラーレス用ではなかったもんですから、いまいち、勝ててないなと。レンズがねすごくいいんですよね。まあここへ来てね、ニコンの Z6 がね、売れてるっていうのも、2470のね、まあ、F4 ではあるんですけどもズームレンズね、非常にいいものですよね。EOS R の方にも24105だったかな、いいズームレンズ F4 のものが出てますけども、なんか、それをセットレンズにしてね、大きくこう、売り込んでくるっていうところがないですよね。 EOS R にあのレンズつけてどうですか、24万ぐらいで売れば相当出ると思うんですけどね。まあ、それでは赤字になってしまうかなと、そんな感じですよね。ここへ来てね、そういう新製品の、まあ、発表がね、少し、少なくなっているっていうのは、ヨーロッパのね展示会もね、日本の展示会もだいたい春先というかね、2月3月っていうところに、まあ集中してきましたので、まあ、メーカーの方もね、来年の春ね、まあ、その辺に向けて、まあ、開発をね、急いでいるんだろうと思います。まあ、あのソニーだけはねいつポーンとね、なんか発表するかわからないですけどね、まあ、普通のメーカーはね、やっぱり、CP プラスとかね、そういったものを目指して新しいものをね、まあ、年末ぐらいにこうどんどん発表して盛り上げていくという、そんな感じじゃないでしょうかね。まあそんなことでね、今、ニコンの Z6 ね、買い時ですよと、ね、ニコンの Z6 は、フランジバックも短いですからね、オールドレンズも使いやすい機械ですし、手ブレ補正もついていますからね、非常にいいあのカメラだと思います。まあもう少しね、こうエキサイティングなね、そんな状況が、出てくれば面白いかなと思ったですけどね、ちょっと、凪状態っていうことですね。まあそれからまあコンデジとかね、いろんなカメラもね、ここへ来て、まあ、あまり売れないもんですからね、いいもの出てきませんよね。まあ、ちょっとカメラ業界ね元気ないかなと、そんな感じがします。はい、この動画がね良かったと思われる方はグッドマーク、そして、登録の方ねぜひよろしくお願いします。
万次郎でした。